まだ残ってはいますが、結構薄くなってますよね。こんにちは、茂木和也です。今回はゴムパッキンに生えた黒カビを落としていこうかなと思ってお風呂に来ているんですけれども、その黒カビがどこにあるかと言いますと、ここですね。はい。ポツポツとありますよね。これをですね、落としていこうかなと思うんですけれども、このゴムパッキンの黒カビをしっかり落とすとなりますと、かなり長い時間、塩素系の洗浄剤をつけておかないといけないんですけれども、夕方お風呂に入りますので、長くても2時間ぐらいしかつけれないんですよね。それで、何を使って落としていくかと言いますと、今回はですね、まさに用途にぴったり、こちら、ゴムパッキン用カビキラー。これを使ってですね、チャレンジしてみようかなと思います。そのまま15から30分放置し、水拭きするか水で洗い流すということで書かれてますけれども、2時間まで時間はありますので、やっていきたいと思います。では、塗っていきます。念のためですね、指でちょっともう一度塗っていきます。どうしても落ちていってしまいますね。もうちょっとしっかりとどまってくれると嬉しいんですけれども、流れ落ちていってしまいますね。はい、ではこのままとりあえず30分放置します。ではカメラを近づけて見ていきますね。はい、どうでしょうか。まだ残ってはいますが、結構薄くなってますよね。ここが一番まだ濃いところですね。まだ放置できる時間が1時間ほどありますので、追加で1時間放置します。あれから1時間ほど経過しましたので見ていきます。どうでしょうか。まだ残ってますね。うん、ここ。でも、薄くはなりましたよね、かなり。それではシャワーですすいでいきます。すすいだ後の状態もお見せしましょうか。同じだと思いますけれども。はい。うん、そうですね。同じですね。だいたい1時間半ぐらい放置しましたが、残念ながら完璧に落としきることはできませんでした。ただ、一つ注意がありまして、メーカー推奨は長くても30分なんですよね。これはなぜかと言いますと、長くつけていればいるほど劣化しやすくなるんですよ。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。